えー、最後にちょっと読ませていただきますえい、ー、コーラでいや別に椅子コーラでテンション低いのはまあでも思い出したら低いわ確かにいつもさこうやってさチルトにするんだよこうやってこうやってな椅子をこうやってチルトにすんのこういうふうにでほら頭がねえじゃんこうなんのよ で、こういうふうにちょっとっ横になりながらいたすんだよできねえじゃんできねえよこれじゃ首首のここの強さの入突菌がきちいよここが困ったよこれ、えー、テレノメソルさん100円かじりますあたすうがさん100円かじりますあす なんでここでやってんのいや別にそんな俺の自由だろげイ俺どこでやるか自由だろげいやっぱあのいいパソコンでするあの何はいいんだよ、えー、トロールボンバーさんおい布団ちゃんいい加減スピリットサークルって漫画読んでくれもう読んでたらすまんわ今日超楽しみあの京四郎2030読みながらちょっと寝ようリュウさん おっぱいおっきいトラのお姉さんとリュウのショタが弱肉強食の世界を旅するトラはリュウをまだ食べないっていう漫画をおすすめ画力が凄まじいのと内容も硬派でしっかりるして試し読みできるので、ね、へぇちょっとあれだなこれ見てみてなあらあいいですねあいいですねあ,あちょっとあのー 見せらんないと思うんですけどあ結構いいっすねこれねこれあのピッコもありますこれたまにピッコマねえ時あるんだよこれ最近ピッコマ冷遇されてる時あるんだよなこれあのー、もうちょっとまたねうん見てみたいですね、うん、えー、このスピリットサークルっていうのもちょっと表紙だけ見させてください なんこのさうぜいんだけどこのさスピリットサークル調べたらさこうやってもうあのこれこれ,これ一番上に出てくるこれ,これどんだけみんなタダで見てんのマジで本当にこれ世の中これ私が一番検索してるってことでしょこれうん勘弁してくれよ漫画は買ってくれそれがあのー、書いた人に対する喜びなんだからヤングキングなんだ あらいいじゃん。あこれいいね、スピリットサークル。好き。あスピリットサークルの絵好きだわ、これ。うん。好きだわ。好きだわ、これ。ありがとうございます。 明日の楽しみです大学生1人暮らし始めて野菜を全然食べないんだけど何か野菜が取れる簡単な料理はありますかあああのね結構僕があのいいなって思ったやつがあるんですけどもあのまあこれ魔人の食魔人の一皿にも載ってるやつなんだけどあの、まあ、結構ねあのえー、っとなんだっけセメントリスペクトで。 うん、セメントって料理があってであれの応用でねなんかこう本当に米半合少々もうキャベツドバドバレ,レタスドバドバとかさいろんな野菜を炊飯で一回炊くんですよでおかゆができるんですよねそうめっちゃ,ちゃぐちゃぐちゃなやつそうそうそうマグマとかセメントとか、まあ、あの気になる人は調べてみたら 犬も食べたりする結構俺ね野菜もとれるしバランスも良くて結構いいかなって思うんですけどねえあとんだろうな野菜が簡単に取れるものっつったら俺は「野菜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 !」 簡単に野菜を摂ることはなかなかできぬ。なかなかできぬ。うん、野菜を簡単に取るか。なかなかできぬな。なかなか、いや、俺ね、スープよりもね、俺生で食いたい派だから、それどっちかっていうと、本当は。これね、ポトフとかさ、あのー、あとなんかスープとかにしちゃうとさ、やっぱこう、野菜のうめえのが溶けちまうんだよな。俺、サラダ派なんだよね、どっちかっていうとね。そう。 でもサラダで多分食べないからってことだもんな。だから多分結構そのセメント系とか結構いいと思うんだよね。えー、リー・ショさん。サブスシ始に何日やるとか決まってるのか。そのタイミング入手しようと思ってる。あのね、俺のね、あの、ふとんちゃんディスコードには、えー、本日ちょっと連絡させていただいたんですけども、えー、まあ、1日にやろうかなと思ってます。え崖の上の田村もろさん。昨日はブブブで10万負けたよ。それはそうと、今日は結納だったんだけど、祖父母から、 祝い金10万もらったあらあらららえみじめで恥ずかしい気持ちになったんで次は A タイプを打ちますああそういうことかなるほどねあーまあ A タイプでも3日で10万ぐらいあ負ける可能性あるからな結納、まあ、だったんですねおめでとうございました清水だらけさん A ポー使いました大剣道でしたねその日は僕は野球見に行ったんですが帰り道ではいてしまいました多分熱中症ついてね布団ちゃんも気をつけてくれ気をつけます なんか最近8いからな。最近な。あのー、皆さんもお気をつけください。塩飴持ってください。マ央さん、俺は布団茶の影響でストローク買かかったけど、もしの点数13点で死にそう。あの、高校生にストロークはちょっとあんま進めらんねえな。うん、うん、あれ、本当にはまるぜ、あれ。本当。高校、高校生の、高3のストロークやばいぜ、これ。うん。麻央さん100円買います。あざす。すみません、布団茶お疲れ様。今度、愛知のラグーナテンポスっていうテーマパークで開発。 開催中のリアルバトルハブで合気が使用ができるから行ってくるよ楽しみだあなんからしいねこれ聞いたよこれなんでなんで愛知なんだよって思ったわいいなあずあざす加藤さん初日プールの前にアケコンにサインもらったのだ初日のプールの前にアケコンにサインああはいはい布団ちゃんといいメロディファンサーがすごくて強い人は器もでかいんだなって感動しちったよありがとなそんなこと言ってくれて嬉しいじゃねえか ありがとだひょうりさん昨日まで、えー、友達と鎌倉旅行に行ってきたついでに横浜の面室試したら可愛いい女の子だったけど緊張して体見れなかったし立たなかった布団じゃ面スよく行くのか俺ねこれ結構ガチなんだけど俺本当に最近そういう店行ってないんだよねなんかあの旅行した時とかはあの行くけどあのー、町田にいてそういう店マジで行ってないんだよね だからこれま,またこのくだりするじゃんだから本当にって本当なんだってうのって言ってたら何度俺が言ったら言った話をしたかな、うん、<laughs> 何度俺があの息を言うとしてたか、うん、なのにかかわらず急にね、うん、えー、そうっすねなんかちょっと結構ねあのー、風俗の話してくれなんていうことよく実際の視聴者の時に聞くんですけどね。うん 何でしょうかね。あの、やっぱり、ツイッターが、本当にすごくて、今。うん。ツイッターが。うん、あ、まあ、すみません。それ以上はちょっと言えないんですけども。えー、ジロリアンマスさん、200人あります。ありがとうございます。ボーさん。えー、この前、中洲の3年2組行ってきたら、あれ、いいね。また布団ちゃん、福岡来てくあれよかったろ3年2組な。あの、エンジェル学園。えー X523A5J を使いました初日プール開始前にお声掛けさせてもらった樹立会ですウィナーズ通貨お疲れしたさすがでした今度直接対戦できて嬉しいですね配信活動これからも応援してます <laughs> ありがとうございますあの通路のちょっと手前のところだなあ,のありがとうございます感謝します大臣さん今日スマソロゴールデンカムでメで 6000m だジョイエティー入れるのが大変だったけど気持ちいいから解動力でもぜひ <laughs> ありがとうございます感謝しますこのなこのよく寝たいなえーまと、あ、いうことでね えー、まあちょっとこれであれしましょうか。またどこかでお会いしましょう、うん。いい漫画あったらまた教えてください。あと、いいクソゲームも教えてください。